皆さんこんにちは。女優としても一流の藤純子さん。藤純子さんはさらに夫が人間国宝になるなど、李艶の妻としても超一流の女性です。藤純子さんの息子娘は数多くの舞台や作品に出演しており、藤純子さんと共演したこともあります。今回は藤純子さんの身長、経歴、家族と現在をまとめました。まずは藤純子さんのプロフィールを簡単に紹介します。名前藤純子、生年月日1945年1月、出身和歌山県御坊市、活動女優。藤純子さんは女優であり李艶の妻です。藤さんは結婚前、ヒボタンバクトをはじめとする任侠映画に数多く出演しています。結婚、子育てから復帰した後は幅広い作品に出演するようになりました。また7代目尾上菊五郎さんと結婚し、尾上菊五郎さんが人間国宝になるまで李艶の妻として支えています。スクリーン上で見る限り華奢で小柄なイメージがあります。でも意外と身長は高いようです。というのも、娘の寺島しのぶさんと和服姿で並んだ写真はほぼ同じ身長でした。寺島しのぶさんの身長は163cmですので、富士山も身長163cmくらいだと推測できます。富士山はデビュー前は宝塚歌劇団に憧れていましたが、映画プロデューサーだった父親の俊道浩二さんが反対したため宝塚受験を諦めました。その後、はいはい、マヒナですのカバーガールをするチャンスがあり、一時は大阪の芸能プロダクションに所属しました。その縁で松竹のカメラテストを受けることになり、父親の仕事場である東映京都撮影所に行き、そこで映画監督の牧野雅宏さんにスカウトされました。富士山は1963年八州遊興伝男の杯で千葉真一さんの恋人役としてデビューし、尼寺物語で初主演を果たします。1968年のヒボタンバクトでは、背に掘ったヒボタンの入れ墨を見せるヒボタンのお竜が人気となり、富士山の最大の当たり役となりました。その後は八州遊興伝男の杯、ヒボタンバクトシリーズ、日本暗殺ヒロク、日本女狂伝シリーズ、日本狂格伝上り竜、女都政人シリーズ、関東日桜一家など主に任侠映画への出演が続いています。富士山は東映の看板女優となりましたが、1972年に結婚を機に女優業を引退しています。1974年に寺島純子という本名でフジテレビのワイドショー3時のあなたの司会で芸能界に復帰しています。この司会は産休育休を挟みましたが、1988年まで続けています。女優業は1989年から再開しました。復帰第一作目は高倉健さん主演のアウンでした。その後も祇園の姉妹、おもちゃ、フラガール、犬神家の一族、サマーウォーズなどに出演しました。富士山は女優として数多くの賞を受賞しました。1971年にはお命いただきますで第17回キネマ旬報賞女優賞と第26回毎日映画コンクール女優演技賞を受賞しました。1999年には春で第24回報知映画賞助演女優賞を受賞しました。1999年にはドリームメーカーで第24回報知映画賞助演女優賞を受賞しました。1999年には第42回ブルーリボン賞助演女優賞、第45回キネマ旬報賞助演女優賞、第12回日刊スポーツ映画大賞主演女優賞を受賞しました。第23回日本アカデミー賞ではおもちゃで最優秀助演女優賞ノミネートされました。2006年には第19回日刊スポーツ映画大賞助演女優賞、第49回ブルーリボン賞助演女優賞、第16回東京スポーツ映画大賞を受賞しました。第30回日本アカデミー賞では最優秀助演女優賞ノミネートされました。その他にも第23回菊田一夫演劇賞や第37回山地文子映画賞、映画功労賞なども受賞しました。藤純子さんの家族を見ていきましょう。藤
藤純子さんの父親は映画プロデューサーとして有名な俊道浩二さんです。俊道さんは別居状態が続くと、藤さんが3歳の頃の1948年には父親は5歳となる上場秀さんと同棲するようになっています。そのため藤純子さんは母親と祖母に苦労して育てられたそうです。父親の俊道さんはもともとアウトローな世界の人物でした。俊道さんと山口組最高幹部の菅谷正夫さんは幼馴染の親友です。その縁で俊道さんは後藤組の興行を手伝っていました。しっかり杯を交わしたわけではないので、完全なヤクザというわけではありませんが、準構成員のような立ち位置だったのかもしれません。デイリー新潮は2人について、戦時中神戸の後藤組の賭場に入り浸っていたのは事実でも、当時の俊道は会社員であくまで素人の客という立場だった。酒も薬もやらず経理に明るかった俊道は、やがて後藤組の親分大野福次郎の信頼を得て後藤組関係の興行を手伝うようになると報道しました。俊道さんは妻子がいる中、京都で5歳となる上場秀さんと出会います。上場秀さんはお染めというバーを出すのですが、おさらぎ二郎、川端康成、小津安二郎、白洲二郎、川口松太郎など名だたる名士がひいきにした店でした。この店で俊道さんは牧野雅宏さんや岡田茂さんなどの映画関係者と知り合います。俊道さんは岡田茂さんに頼み込んで1960年頃から映画プロデューサーの見習いをするようになり、その岡田茂さんに頼まれ任侠映画をプロデュースするようになります。その後任侠映画ブームが到来し、高倉健さんなどがスターダムにのし上がったことで、俊道浩二さんも東映の人気プロデューサーとして地位を確立しています。藤純子さんの代表作である火牡丹バクトシリーズ仁義なき戦いも俊道さんがプロデュースしました。その後岡田茂さんと確執が起こり東映に居づらくなり、東映の外で仕事をするようになりました。藤さんは1972年に4代目尾上菊之助と結婚しました。息子は5代目尾上菊之助さん、娘は寺島しのぶさんです。夫の尾上菊之助さんは文化遺産賞や日本芸術院賞などを受賞しています。また尾上菊之助さんは2000年には日本芸術院会員になり、2003年には人間国宝になりました。7代目尾上菊五郎さんが人間国宝になったことで、祖父父と3代続いての人間国宝となっています。富士山と尾上さんの馴れ初めは1966年に共演した NHK の大河ドラマ源義経です。尾上さんが義経役、富士山が聖御前で、当時美男美女の義経聖御前と話題になりました。結婚後富士山は旦那の浮気に相当悩まされたようです。この浮気について娘の寺島しのぶさんは、絶対いたと思いますもん。歌舞伎の役者さんは昔は芸の肥やしと言われていた。歌舞伎の人間国宝ともなると愛人がいても騒ぎにならない点を指摘しました。離婚考えたこともあったそうですが、息子に説得され思いとどまったそうです。息子の尾上菊之助さんは、お山も二枚目も演じる現代の歌舞伎若手スターの一人です。歌舞伎以外の舞台やドラマ、映画にも積極的に出演しています。2006年の映画、犬神家の一族では、犬神松子役を藤純子さんが演じ、犬神松子の長男、犬神佐清役を尾上菊之助さんが演じて、親子共演が話題となりました。しかし2人には親子の確執が噂されています。尾上菊之助さんは結婚後藤純子さんや尾上菊五郎さんと同居していましたが、第二子が生まれた後にマンションを購入して実家を出てしまったようです。それについて女性自身は、藤さんは長男が家を守ってくれるように二世帯住宅を建てたわけですから、これは大誤算です。実家を出て行っただけでもショックなのに、しばらくして夫婦共同名義で4億円もローンを組んだことを聞き、音羽屋としてメンツが立たないと感じたようなんです。と報道しました。しかし、7代目尾上菊五郎さんと息子の5代目尾上菊之助さんは、良好な関係を築いているようですから、確執があったとしても、そこまで深刻なものではないと思われます。娘の寺島しのぶさんは日本を代表する大女優です。青山学院大学在学中から女優活動を始めます。2004年、
赤飯住宅心中未遂で第27回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞し、2010年キャタピラーで第60回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞しました。歌舞伎の家に生まれたのに、女性であるがゆえに歌舞伎役者になれないことにコンプレックスを持っていて、男に生まれたら歌舞伎役者になりたかったと語っています。寺島しのぶさんは2007年にフランス人のアートディレクターであるローラン・グナシアさんと結婚して、2012年に男の子を出産しています。富士さんと寺島しのぶさんは仲良し親子として知られ、共演もしています。ただ一度だけ寺島しのぶさんのヌードをめぐって大喧嘩になったことがあります。ライブドアニュースは、あなたがこの映画に出るのなら私は自殺すると言われ、負けじとしのぶも、私がこの映画に出られないのなら自殺すると言い、激しい口論になったそうだと報道しました。最終的には寺島しのぶさんはこの映画に出演し、しかも日本アカデミー賞最優秀女優賞を獲得しました。それを見た藤純子さんは、恐れ入りましたとか言いようがないと言っていたそうです。藤純子さんは現在も女優活動を続けています。最近は紫綬褒章、旭日小綬章を受章しました。2021年にはシム・グンギョンさんとの W 主演の椿の庭が公開されました。いかがでしたか？今回は藤純子さんの身長、経歴、家族と現在を紹介しました。藤純子さんは身長163センチメートルくらいだと推測できます。若い頃は任侠映画に出演し、東映の看板女優となりました。結婚後も女優として活躍しており、様々な賞を受賞しています。父親はアウトローで有名な俊道浩二さんで、富士さんも父親の作品に出演していました。夫の7代目尾上菊五郎さんは人間国宝でありますが、富士さんは浮気で悩まされたそうです。離婚考えたこともあったそうですが、息子に説得され思いとどまったそうです。息子の尾上菊之助さんとは確執があると噂されていますが、そこまで深刻ではないようです。娘の寺島しのぶさんとは数々の作品で共演していますが、一度だけヌードをめぐって喧嘩をしたそうです。藤純子さんは現在も女優活動を続けています。年齢を重ねても美しい藤純子さん、今後の活躍にも期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。